本当に紹興酒なんだよ、これなんだよね。笑っちゃうぐらい紹興酒でございます。米沢泉のフィールファイン TV、 こんばんは。今週末旅行行かなかったんですけどね、これ日高屋です。近所の東京行きましてね、ちょっと配線のね、もう初めからあらかじめ配線と決めつけてちょっと入ってみようと思います。残念会ですね。一人残念会。おー、すごい行列。さあ、一人なんて早くありましたね。タッチパネル、これね、これになってから初めて来ますね。これあれだな、月曜日に飲んだ水戸駅前天満茶と同じソフトですね、これね。ドラゴンハイボール同じだね同じです。どうしようかな。全部ちゃいましたね。ということで、リクハイボール、キリンのグレーン中心とね、いかにも日本の安いウイスキーのハイボール。もうピートとかなくてもグレーンなんですね。さすがに日本の安いハイボールって美味しい。さあ、枝豆はね、味もかけて、クーザーをするのは、いわしくない。どの位置にいるかね、確認するってことでね。はい、残念会。よし、食べましょう。残念でした。はい、ハイボールね、陸のハイボール3杯目。そしてThank you.
は最高にレタス科の食べ物なんですよ。レタス科の茎だと思って、レタス科じゃなくて菊科科だからね、レタスなんだよ。油も塩味もたっぷりでしみしみ、店員さん呼んだんですけど来ました。そら豆腹つきますけど、米沢は牛タンを食べるんでかけない。そしてこれで前これどこでもレポートしたいですけど、ドラゴンハイボールで、シャンパンシーのハイボールで、こちら最近ね、ブランビューとかどうに紹興酒のレポートなんだよね、笑っちゃうぐらい紹興酒でございます。で、そら豆になってないでしょうかね。はい、ドラゴンハイボール2杯目とドラゴンチキンですね。チキンですね。ね、先ほどまで隣にいたね、あの両方隣にいた2人がね、ここの人とかに、ね、ASD 丸出しのすごい思考、なんか行動業師があって、めちゃめちゃこうバン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 されたったりする、あの露骨なアニオタの人がですね、染まってましたね。はい、まずはドラゴンチキン、これはね、この謎のパウダーの、これ、ね、初めて食べてるんですけどね、いただきます。粉かけただけなんですけどね、もうそこそこ辛いですよ、これ。あのピリ辛加減が超えてます。ピリ辛上に近いんじゃないかな、ここ1、5、6辛ぐらいの感じの パウダー時代ですよ。あってね、甘酢とかいい感じです。はい、ソーダ割り、ソーダ割りです。品名がソーダ割り、いいもっからしいですね。いただきましょう。はい、まあ薄いけどね、これでいいんだよ、ね。はい、そして餃子、はい、つごしょうラー油を用意しておきますよ。もうね、焼き酒だよこんなの、バカ未満が2位になるっていう、このね、まあそんなもんだよね、今のうちのお客さんもそんなもんだよ。これが現実だ、焼き酒だ。ここからも4時間かかりましたけど、パリパリだね。もう焼き酒だよ、焼き酒ね。というわけで、さらにお返して、こちらキムチ。白菜のキムチ。居酒屋、白菜キムチ。塩味すごく強くて、酸味強い。唐辛子の味と若干のところを入れてくれてるカレーですね。はい、何言ってんだ。もうね、本気でいろんなことがなんかね、SNS でね、会社のスラックだって焼き酒だよ、もうね。というわけで、ザーサイなんかした。あ、いや、これも何杯目か分かんないですよ。これ何杯目確認しましょう。5000超えてんだけどさ。ソーダで4杯目ですね。アイメンツを代わりとザーサイということになります。ザーサイで、はい、めっちゃ塩味強い、まさに飲ませるためのメニューです。
焼き付けが進みますね。まあでも本当さ、もうさ、そのさ、コロネート博士が言うところの、ね、2040年日本滅びるっていうの本当にリアルに言ってますよ。まああと16年だからね、あった16年、まだ16年あるけど、いやそのさ、あのね、減り方、力強く少しずつ減っていくっていうのにまさに感じてるじゃないですか。まあ、それが一貫だよね、このね、この石丸が2位っていうのはね。まあね、こうやってなぜか日高屋が儲かるシステムです。おいしい。もうね、8杯目ですね、これね。そのぐらいもう絶望してるってことだな。まあ、私は飲んだのは飲むほど日高屋が儲かるんで、あの世の中がおかしくなると日高屋が稼げるってことですか。買ってもらって。でもまあまあまあ、そんなに高くないね。そこで不健康ってさ、ね、不健康な、あの極端に不健康な飲み方をしてるんですか。いやー、でも本当に、まあ、でももう予想してたよね。もうね、あの今日、19時ぐらいにね、あの選挙行ったわけですよ。ちょっと若い人いっぱい来ててさ、いやこれ全部石丸に入れてんだろうなと思って、なんか、ね、絶望的な気分になりましたね。まあ TikTok やればいいってもんじゃないでしょうけど、まあやんないとダメだってことだな、もうな。そういう感じを受けました。でも米沢 TikTok やんないよ、友達もないからね。あ、ありがとうございます。はい、もう上げが来ましたね、ちょうどね。ということで、これを行きましょう。はい、これね、これが本当は非常に良くなると思います。予想通りの味です。普通に美味しい、非常に美味しい。これ先にこれね、冷凍冷食で作ってからとろみ焼いていくかもしれないね。美味しければ美味しいです。美味しければいいんだ。でも都知事選はそれでもないんだ。何言ってんだ。はい、会計は5630円でした。なんでそう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 、麺類とかご飯頼まないで、なんでね、あの日高屋で全部隠さず行くんだって話なんですけど、それも人生ですね。というわけでご視聴ありがとうございました。まあなんかこんな感じでね、単なる居酒屋レポートになるんですけども、こういうのもねちょっとね、今年の11月に出していきたいと思います。たまにですよね。はい、ということで、何の狙いかはメンバーシップに加入してる人ので、若干ヒント出してるぐらいなんでね、全く表には他には出てないんですけども、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の旅は今週末の鳴子水郷連泊です。